アームストロング船長と一緒に月に降りたバズ・オルドリンっていうのはですね、エピソードいっぱいなんですよ。実は強烈なファザコンですね。お父さんが怖くて怖くて仕方がない男だった。人と喋るのがめちゃくちゃ苦手で、で喋れることといったらまあ本当に数学とか宇宙関係のことだけだったんですね。さあみんなで酒飲んで女の話しようとか政治の話しようとか適当な話しようという時に、オルドリンだけはいやドッキングの話をしようとかランデムの話をしようというふうに言ってたから、みんなから嫌われてたというようなですね、なんか俺としては友達を見るようなですね。明日の金曜ロードショーでですね、トイストーリーシリーズのスピンオフ作品ですね、バズ・ライトイヤーがオンエアされるんですけどもですね、僕のゼミでですね、バズ・ライトイヤーについて語ったことはですね、まあ、ほとんどないですね。ちょっとだけ、いや、どうかなっていうふうに話したんですけど、いつものようにですね、映画に、効果に、映画のオンエアに合わせた解説動画を流すことできないんですけども、その代わりですね、バズ・ライトイヤーというキャラクターの元ネタになった男についてのですね、動画を再公開します。こんばんは、どうも、岡田斗司夫ゼミです。再公開といってもですね、今回の動画はですね、実は限定部分なんですね。かつての動画の限定部分だったので、無料で配信で見てる人はですね、見たことないと思います。バズ・ライトイヤーのですね、元ネタはですね、これまでこのゼミで何度も言ってるんですけど、アポロ11号に乗ってですね、アームストロング船長と共に月面に立った男ですね、バズ・オルドリン。このバズっていう名前がすごい特徴なので、バズ・ライトイヤーのモデルだったってわかるわけですね。で、アメリカにおいてはですね、アームストロング船長より実は有名なんですよ。というか、多分あらゆる宇宙飛行士の中で一番有名な、いわゆる昭和の野球ファンに野球選手といえばって言ったら、おう、長嶋とかですね、答えるじゃないですか。それと同じようにですね、ちょっと年配のアメリカ人に宇宙飛行士といえば、それはバズ・オルドリンだろって答えるっていうぐらいですね、もう本当になんか、イメージのど真ん中にいる人はなんですね、国民的スターなんですよ。で、そのバズ・ライトイヤーはですね、そんなオルドリンのですね、バズというですね、愛称を受け継いでるんですけども、今日の動画でですね、そのバズ・オルドリンがですね、どんな人物だったのか、そして、なぜ彼がどのようにして国民的スターになったのか、なんでアームストロング船長より有名なのかですね、ついて語っています。この動画にですね、2016年7月24日に配信した岡田斗司夫ゼミ第136回の再配信です。それではですね、今日はもう本当にここで語りきってるんですね、追加の情報はないのでですね、見てください。それではここから無料動画スタートです。さて、こっからがですね、もうちょっとだけやるね。ニール・アームストロング船長、バズ・オルドリン飛行士、あと、マイケル・コリンズ、この3人がですね、1969年の7月のですね、16日、ケネディ宇宙センターの39番発射台からサターン5型ロケットで打ち上げられました。ですね。まあまあ、ここから先はですね、あんまり皆さんが知らない話です。ニール・アームストロング船長でですね、後にですね、人類で初めて月に立った男はですね、実は人類で最もつまらない男と言われたやつでですね、本当に真面目なんですよ。本当に真面目でですね、未だにほとんど何一つエピソードのない男として知られてるんですね。で、マイケル・コリンズもですね、まあ出世したくて宇宙飛行士になったという言われた男でですね、で、これもですね、これね、マイケル・コリンズがですね、その3人目の宇宙飛行士ですね、日本からですね、北森夫っていうですね、作家がですね、朝日新聞のお金でですね、取材に行った時にですね、かなり長いインタビューしたんですよ。で、北森夫はその時に嬉しくなって、あなたも SF 小説読んでますかとか、あれ知ってますか、これ知ってますかというふうに聞かれたんですけども、フィル・コリンズは、いや、悪い、俺、軍に入ってからほとんど本屋読んでないんだっていうふうに答えて、もう延々、いや、なんかアメリカがね、このことできるのは、なんか人類のためだよっていうですね、なんだろうな、そういういい感じのスピーチはするんだけど、内容のある話はとことんしてくれなかった。まあすごい親切だったんだけども、あ、こいつ本当に真面目なだけの人というか、出世意欲はあるんだけども何もない人間だったんだなというふうに北森は書いてます。で、マイケル・コリンズもはそういう出世のために宇宙飛行士になったんですけども、アームストロング船長というのはですね、本当に未だにですね、人間的なエピソードがほとんど出てこないですね、不思議な人だったんですよ。で、ところがですね、バズ・オルドリンですね、アームストロング船長と一緒に月に降りたバズ・オルドリンっていうのはですね、エピソードいっぱいなんですよ。本名がバズではなくてエドウィン・オルドリンっていうんですけどもですね、エドウィンっていうのを名乗らないんですね。実は強烈なファザコン
ですね。お父さんが怖くて怖くて仕方がない男だった。で、今日のニコ生のですね、岡田敏夫ゼミはですね、このバズ・オルドリンの話をするというのが目的だったんですけれどもですね、どのあたりからですね、限定にしようかな。バズ・オルドリンの本名エドウィン・オルドリン・ジュニア、お父さんはエドウィン・オルドリン・シニアです。お父さんはですね、MIT で博士号を取ってですね、第二次大戦で空軍大佐になってですね、ビジネス界に入った後ですね、スタンダードオイルの重役になって、自家用飛行機でアメリカ中を飛び回りですね、空飛ぶ社長と言われるぐらいですね、まあ大体 MIT を出てですね、海軍に入って大佐になるんだから本当にね、エリートなんですよ。で、その後スタンダードオイルの重役になって自家用飛行機飛ばすんですからですね、もう本当にすごい人なんですよね。で、めちゃくちゃ厳しかったそうです、育児に関して。で、お母さんはですね、メソジスト派、つまりアメリカのですね、キリスト教徒の中でまあかなり厳しいですね、メソジスト派の牧師の娘でですね、しつけに厳しいことで有名だったそうです。というわけでですね、厳しいお父さんとしつけに厳しいお母さんに育てられたオルドリン少年ですね、バズ・オルドリンがですね、まあ本当にですね、親に頭が上がらない少年時代でした。で、ウエストポイントのですね、陸軍士官学校に入ってですね、まあなんとかですね、陸軍士官学校からそれを卒業したらですね、大学に入るっていうですね、許可をもらいます。で、19歳の時にですね、ニューメキシコ州まで行ってですね、売春宿があったので、友達としてバーッと売春宿に行ってですね、やっと童貞をしてます。で、この時に童貞をした時にですね、お母さんのメソジスト派のですね、しつけがすごいよ蘇ってきて、俺はなんて罪深いことをしてしまったんだ、なんか売春婦相手に童貞を捨ててしまったということですね。これ立花隆がですねよいしょ、宇宙からの帰還という本の中でですね、本人インタビューというか取材をいろいろして分かったことなんですけどもですね、この時のですね、ニューメキシコ州のですね、売春屋とですね、初体験をしたということがオルドリン少年青年ですね、もうすごい辛くてですね、毎日毎日のように、俺のチンコなんか腐って取れてしまえばいい、俺のチンコなんか腐って取れてしまえばいいということ、毎朝毎朝チンコが腐ってないかどうか確かめたそうです。それぐらい大真面目でですね、で、人と喋るのがめちゃくちゃ苦手で、で、喋れることといったら、まあ本当に数学とか宇宙関係のことだけだったんですね。だから、そのさっき言ったオルドリンがですね、ランデブーとドッキングの専門家だったというのはですね、もう本当に人間関係が苦手でしょうがなかったのが、数学とか物理学だけはいけた、ロケット工学はいけたので、ほとんど自分で独学でですね、大学で勉強してですね、デートの時もそんな話しかしないんですね。で、オルドリン飛行士っていうのは、他の宇宙飛行士と飲みに行ってもですね、みんなもう本当は宇宙飛行士っていわゆるジョックスと言われる、そのアメフトのスター選手みたいなテストパイロット上がりですか、そんなやつらばっかりなんですよ。だから、さあみんなで酒飲んで女の話しようとか政治の話しようとか適当な話しようという時に、オルドリンだけはいや、ドッキングの話をしようとかランデムの話をしようというふうに言ってたから、みんなから嫌われてたというようなですね、なんか俺としては友達を見るようなですね、思いで、だったんですけども、オルドリン青年は、まあ、初体験の後ですね、無事に、アメリカのですね、大学を出て、で、卒業パーティーですね、その時に一番最初に自分に声をかけてくれた女の子と結婚してしまいますね。で、そういう息子のバズにですね、パパオルドリンはいつもナンバーワンになれ、ナンバーワンになれというふうに説教してました。もうパパはいつでもナンバーワンだったとね、パパの息子のお前がナンバーワンになれないわけがない、ナンバーツーだったら意味がないぞ、ナンバーワンだったらお前は永遠に負け犬、ナンバーワンにならないと人間はダメなんだというのを散々言ってましたと、ナンバーワン以外意味がないと。ところがですね、アポロ11号の計画が決まった時にですね、オルドリンはですね、ナンバーワンになれなかった、つまり船長になれなかったんですね。で、パパにですね、まあ、スタンダード、本当にパパの家が豪邸なんですよ。で、人類月に立つっていうですね、このすごくいい本があって、これも2冊めちゃくちゃ分厚いんですけども、この中にも書いてあるんですけどもですね、オルドリンはパパオルドリンに会いに行った時に、すっげえでかい家で、相変わらずパパの家でかいな。で、そしたらもうパパがですね、パーティーの最中で、自分はアポロ11号で人類で初めて月に行くメンバーに選ばれたよということをですね、パパを喜ばせようとして、ようやっとですね、30歳を超えたあたりで、自分のお父さんに認められるっていうふうなことを知って言ったらですね、
おお、そうかっていうふうにお父さんは言ってですね、もう全然動じないです。もうそんな当たり前だと。俺の息子なんだからナンバーワンで当たり前だ。で、お前は船長なんだろ、人類で初めて月に降りるんだろって言われてですね、オルドリンはですね、答えられなかったんです。いや、パパ、俺船長じゃないんだっていうふうに言おうとしたら、パパはその瞬間興味がなくなって、パッてやって、自分の息子をそのパーティー会場の客に誰一人紹介せずに息子を追い返してしまったんですね。もうオルドリンすっごい落ち込んでですね、次の日にですね、NASA に帰ってきて、NASA の裏庭にアームストロング船長を呼び出して、一対一の対マンをします。で、俺が一番でいいじゃんと、俺月に降ろしてよと、お前船長で、船長は船を守んなきゃいけないじゃん。俺、ただ単にパイロットだから月に最初降ろしてよって言ったらですね、ニール・アームストロングは、これはこれでですね、人類で一番つまんない男かもわかんないんですけども、これはすごい栄光だぞと思ってるので、絶対譲らずにですね、一切返事しなかったそうなんですね。で、NASA の上層部の方にオルドリンが、俺の方が一番だって掛け合ってもですね、NASA の上層部はそれは宇宙飛行士たちに任せるよというふうに言ってる、言っちゃったと。で、オルドリン飛行士はですね、まあ自分が最初に月に降りれるかどうかわからない、でもアームストロングが隊長だから、このアポロ計画の3人組の隊長だから多分一番によるんじゃないかなというモヤモヤしたものをですね、持ったままですね、アポロ計画に突入します。で、打ち上げの前日ですね、このサタン5型ロケットを前にしてですね、家族とですね、面会するんですよね。で、アポロ13でも描かれたんですけど、ここの前にですね、でっかい道があって、この道の両側で宇宙飛行士と家族が面会するんですよ。20メートルか30メートルぐらい離れてですね、絶対に抱き合ったりできない。なんでかっていうと、宇宙飛行士はしばらく前から風とかですね、風疹、はしかとか、そういう病原菌から一切離れた生活をしていると。だって宇宙空間で病気になったら死んじゃいますから。で、治す方法もないですので、なので家族とですね、肉体的接触というのを絶対してはいけないというふうに言われた。で、それでもですね、家族たちはですね、30メートル離れたところでもいいからということですね、アームストロング船長の家族もですね、あとコリンズ宇宙飛行士の家族もですね、みんな来てるわけなんですけど、バズ・オルドリンだけですね、お父さんが来てくれない、お母さんも来てくれないってですね、奥さんは来るんだけど、その例の大学のパーティーで最初に会った女の子ですよね、その人は来てくれるんだけど、めちゃくちゃ寂しい状態だったそうです。ということですね、バズ・オルドリン君ですね、どうなるでしょうかということですね、打ち上げの前日ですね、まあなんかモヤモヤしたものをですね抱えたまま、1969年7月14日の日を迎えます。宇宙飛行士たちはですね、毎朝大体同じ食事をとります。ステーキと卵とコーヒーですね。宇宙に行くときはですね、一番最初にまあ一応力つけようということで、縁起物みたいな感じでステーキと卵とコーヒーというのを流し込んでですね、宇宙服を着込みます。で、宇宙飛行士がですね、ロケットに行くときにみんな箱を持ってますよね、でっかいスーツケース。で、あれ酸素だと思ってる人が多いけど違うんですよね。酸素はここに弁があってですね、普通に空気吸えるんですよ。あれ何かというと巨大なエアコンなんですね。宇宙服着てるとめちゃくちゃ暑いから、この巨大なエアコンの箱を持ってですね、サタン5型へと移動していきます。で、ようやっとロケットの打ち上げが始まりますということでですね、一般放送はここまで。では、こっからですね、限定の方に入って、おそらく今日は延長してしまいますけどもですね、アポロ11号ですね、バズ・オルドリン君、これからどうなってしまうのかですね、波乱万丈の人生が彼には待ち受けておりますのでですね、限定の方に行きましょう。はい、切り替えました。はい。さて、限定の方に切り替わったんですね。ここから先はサタンロケットの話をします。ジム・サーナンという男がいます。アポロ17号の船長だった男でですね、僕が唯一実際に会ったことがある宇宙パイロットです。王立科学博物館のですね、時にですね、実はモノマガジンというところでも連載してて、モノマガジンでモノマガジン限定版のフィギュアというのを出したんですね。で、その時に岡田さん取材でアメリカに行って、いいですよというふうに言われたんで、じゃあジム・サーナーに会いたいっていうふうに言ったんですね。で、ジム・サーナーに、会ってきて話聞きました。で、その時に僕が聞きたかったのが、その、ロケットに乗るっていうのはどういう感じだったのかということと、宇宙空間はどんな気持ちだった、月はどんな気持ちだったという、その時の気持ちのリアルなのを聞きたかったんですね。っていうのは、
日本人の宇宙飛行士から出てくることが、いや宇宙空間素晴らしいとか綺麗ですよっていう、そういうポジティブな情報ばっかりで、ネガティブな情報は全然なかったんですよ。で、僕が子供の頃に読んだ宇宙本では、宇宙空間では宇宙酔いというのは激しくて気持ち悪いっていうのが言われてたので、あれがどれぐらい本当なのかっていうのもジムサーナーに聞こうと思いました。で、そこら辺の話はいっぱい聞けたので、いろんなところで話してます。で、ジムサーナーの話で僕が一番面白かったのが、サターン5型ロケットですね。この人類が作った最大のロケット、110メートルここまで高さがあります。で、一番太いところで直径10メートルあります。このロケットってどういうものなのかっていうと、いやあれはね、最高の乗り物だったっていうふうに言うんですね。とりあえず打ち上げの前の晩、さっき言った家族面会のところでサターンロケットに行くと、ものすごい音がすると。それをサーナンはですね、彼女のうめき声がして、彼女が体をくねらせてるというんですね。で、なんかの例え話かと思ったんですけども、実はこれ発射台に立ってる状態で見たらですね、この先がぐにゃ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 動いてるのがわかるそうです。で、それも当たり前ですね。この中にはですね、マイナス200度近い液体酸素がですね、ぎっちり入れられて、そいつらに圧力をかけるために液体窒素もぎっちり入れられてるんですね。で、その結果この中でですね、液体酸素が湧き立って、また冷やされて、また湧き立ってっていうのを繰り返してるから、この宇宙船の中でいろんな金属が膨張しては縮小、膨張しては縮むというのを繰り返してるのでですね、ロケット全体がグネ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 動くんですって。なので、ものすごいセクシーだったっていうふうにジムサーナーは言ってます。そういうグネ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 身をくねらすロケットがですね、一晩かけて燃料注入されて、ようやっとおとなしくなっていて、翌朝乗ると。そうすると乗ってもですね、まだ揺れてるのが分かるそうです。ゆーらーっと揺れてるのが分かると。で、それに点火させて登っていく時っていうのは、本当にその俺たちはロケットとファックしてるっていうふうに彼は言いました。だから、それは下品な表現かもしれないんだけども、この身をくねらすセクシーな美女、世界一セクシーな美女と、そのなんだろうな、ファックしてこいつを乗りこなして宇宙空間へ突き刺さっていくんだっていうエクスタシーを感じたっていうふうに言ってました。それがね、すごい意外だったんですけども、なんかこう、これまで最高にホットな乗り物だったっていうサターンロケットっていうのは、ちょっとこれ大きすぎるから僕らには分からないし、最近のロケットって固体ロケットが多いんで、こんな現象が起きないんですね。で、打ち上げてからですね、さっきも最初の方に言いました通り、13秒後に最大の危機が訪れます。13秒後にですね、ヒューストンに管制が切り替わるんですけども、よいしょ、こいつですね、真上に打ち上がっていくと思ってる人が多いんですけども、これ違うんですね。ある程度打ち上がると水平方向になるんですよ。っていうのは、地球に対してですね、横方向に加速して速度を上げるのが目的なんですね。ロケットっていうのは地球から遠ざかる時にですね、真上に上がるんではなくて、真横を向いて地面と平行にどん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 加速して、で、毎秒11キロの速度を得ると地球軌道から離脱できると。で、ここからここまでが1段目です。1段目と2段目をつないでるリング、よく宇宙空間からの映像でリングがポコって外れていくのが見えますけども、それは1段目と2段目をつないでるこのリングの部分が外れるんですね。1段目はですね、2分少々で燃焼終了します。で、次にこのリングが外れて2段目が燃焼開始で、2段目もですね、まあ大体、毎秒ですね、7キロか8キロぐらいまで加速したら役割が終わりで、3段目、で、3段目が燃焼して、これが終わった時にようやっとこの先端部のアポロ宇宙船、ここに月着陸船が入ってるんですけど、この状態になってですね、3段目燃焼終了です。さあ、こっから難しいランデブーとドッキングの繰り返しですね。最初にですね、大体ですね、1分ぐらい燃えたところで、もうこれ、この先端部分のですね、これ実は脱出ロケットなんですね、小さい。で、これがこの白いカバーと一緒にですね、このアポロ宇宙船というこの三角形のこの部分を、いざという場合はこの上から引っこ抜いて脱出させることができるんです。ただし、これは最初の1分というか数十秒だけしか持たないので、これあっという間に外してしまいます。で、ようやっとですね、衛星軌道まで行って1段目2段目3段目の燃焼を終えて、アポロ宇宙船というのはですね、月着陸船とこの本体だけになります。よいしょ。3段目のロケットの中にこういうふうに収まってます。
でこれがですね3段目の炎症が終了したら切り離して、さあ難しいやつですね、ぐるっと体を反転させて月着陸船に頭からくっつけて難しいドッキング作業をします。でこの状態でこっちのロケットに点火してですね、いよいよ月軌道へ向かいます。さっき言ったですね、1段目2段目3段目を切り離して地球の衛星軌道に上がるまではですね数分のことなんですけども、このロケットを使ってこいつが月まで飛んでいくのに約3日かかりますですね。で3日かかって月まで行ったらですね、月の周りを回っている時にこれがくるっと逆転してこのロケットで逆噴射をかけますですね。逆噴射のこのロケットというのはスーパーインゴリック燃料といってですね、普通のロケットみたいにですね点火するんではないんですね、燃料を混ぜ合わせるだけで爆発するというですね超危険な燃料がこの中に入ってます。まあ未だにですね北朝鮮はこのスーパーインゴリック燃料を使っておりまして、ですね非対称ジメチルハイドラジンとですね液体酸素を混ぜるというですね、まあこの非対称ジメチルハイドラジンというのが劇薬なんですけどもですね、なんせ発火点がマイナス10度マイナス10度を超えると火を放つというですね危ないものです。それと液体酸素を混ぜるだけで何にもしなくても宇宙空間で爆発するような燃料なんですけど、それを利用してですね、ロケット噴射をして月の衛星軌道に入りますですね。で7月、14日に打ち上げたロケットはですね、7月16日は7月16日打ち上げたロケットは3日かかって月に行きました。7月19日ですね、月の衛星軌道に入ってこれで月の周りを13周します。約1日の間ぐるーっと回ってたんですね。でこの間にですね、月の表面を探査してですね着陸する場所が本当に平坦かどうか調べましたですね。で一応目視でチェックして問題なしというふうなことでですね、いよいよ翌日、月着陸ということになるわけですね。で前の日この13回回ってるですね7月19日ニューヨークタイムズはですね異例のですね49年前の記事に関してですね謝罪とですねお詫びを出しました。1969年のですね7月の19日ですね、アポロが月で回ってる時にですね、49年前つまり1920年のですね記事のお詫びと訂正出したんですね。それは何かっていうとですねゴダードですね、ゴダードっていうですね科学者ですね、アメリカ人の科学者ですね、科学者というか発明家なんですけども、実は人類で初めて液体燃料ロケットを作った人なんですね。アメリカのロケット工学の父と言われている人です。でこのゴダードはですね、まあ当時の科学者としては珍しくないんですけども、たった一人で研究して手作りでロケットを作って独自でほとんど大学も出ずにですね一人で研究したんですね。なので学会からはずっと無視し続けてて、後にはアメリカのロケットの父と言われたんですけど、生きてる間は延々山師だ詐欺師だで、あんなロケット大したことがないというふうに言われ続けたんですね。で1920年に出したですねニューヨークタイムズの記事でもですね、ニューヨークタイムズは物質が存在しない真空中でロケットが飛行なんかできないことは誰でも知ってると、まともな科学を知ってる人間であれば真空の中でロケットが飛ばないことは誰でも知ってる、でゴダードが高校で習う知識を持ってないようだというふうに酷評したんですね。大学を出たようなやつが何を言ってるんだというふうにボロクソに書きました。でそのためゴダードはですね、他の科学者や新聞社メディアからですねろくな扱いを受けずですね不当な扱いのため他人を信用しないまま失意のうちに死んでしまったんですね。でそのゴダードのですね数少ない教え子がですね、エドウィン・オルドリンと言います。エドウィン・オルドリンというのはですね例のバズ・オルドリンの怖いお父さんですね。このバズ・オルドリン怖いお父さんですね MIT に行く前はですねゴダードさんのですね、個人的にですねロケットを習う塾みたいなのがあってですねそこでですね教え子だったんですね。でニューヨークタイムズが調べてみたらちょっと待ってと、このバズ・オルドリンという宇宙飛行士、もうすぐ明日人類が月に着陸するの宇宙飛行士のお父さんのエドウィン・オルドリンの教師にゴダードって入ってくる、そのゴダードってうちが49年前にボロクソに言ったあいつだよってことが分かってですね謝罪広告を出すということになりました
ですね。で、ようやっとですね、ニューヨークタイムズはゴダードの実験をより進んだ実験と調査という意味、17世紀のアイザック・ニュートンの実験結果を確認し、大気中と同様に真空でもロケットが飛行できることは明確に今実証された。本誌は過ちを後悔するというですね、社説をどんと載せてですね、お詫びしました。というわけでですね、ようやっと7月20日ですね、翌日になってですね、月着陸が始まります。で、7月20日、これ司令船イーグルと言います。ここにさっき言ったですね、出世だけしたい男のコリンズが残ってですね、で、人類で一番つまんない男アームストロングとですね、あと、僕らのですね、面白ヒーローですね、バズ・オルドリンが2人で乗ってる月着陸船がここから月に降りていくわけですね。降りていくというのはどういうふうになるのかというと、切り離してですね、で、こいつがこの方向のまま逆噴射かますんですね。で、僕らの考えでですね、こう切り離したと逆噴射するとこうくっつくと思うんですけども、さっきも言いました通り、こっちの方向に進んでるわけです。月の軌道を回ってるわけですね。なので、こいつが逆噴射すると確かにこう行くんですけども、軌道速度が落ちるのですね、どんどんどん下のこな軌道が降りていくんですよ。で、月の表面に近づいていくと。で、月の表面に十分に近づくまで真横になってですね、で、月に降りる寸前にこれを水平の状態に戻すんですね。で、水平の状態のまま降りるから、実は月の表面にこうやって斜めにザーンと突っ込むことになるので、この下の針って、さっき言ったセンサーっていうのは横側に倒れているのが正しいわけであります。で、コロンビアからですね、切り離されたイーグルはですね、まあ、仮面下のロケットの噴射でですね、減速しました。しかし目標地点をですね、通り過ぎるのはわずか4秒早かったためにですね、着陸地点は10キロぐらい遠くになって、前の日13回月の周りを回ってですね、確認した、よしあそこだったらいけるぞという着陸場所はですね、10キロ向こうに通り過ぎちゃったんですね。で、新たにもう燃料がほとんどなくなりかけてる時に見えてきた着陸場所っていうのが、まあもうフットボール場ぐらいあるクレーターとか穴だらけでですね、そこにですね、自動車よりでかい岩がゴロ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 あるばっかりの、とても着陸できないような場所でした。で、そこにようやっとテニスコートぐらいの面積を見つけてですね、アームストロング船長はよしあそこに着陸しようというふうに決めました。もちろんこの時に何だろうな、着陸中止でもミッション中止というのも考えたんですけども、アームストロング船長後にですね、数少ないアームストロング船長の証言なんですけども、実は月に着陸できる確率っていうのは5割ぐらいだと思ってたっていうんですね。自分自身は5割の確率で着陸できるけど、残り5割は失敗してやめて帰ってくるか、もしくは死んでしまうだろうというふうに考えたんですけども、アームストロング船長は多分生涯でもう本当に意地になることがあまりない人なんですよ。本当に冷静沈着な人だったけど、この人が意地になって着陸するというふうに言ったおかげでアポロ11号は着陸できたんですね。で、燃料もほとんどないと言ってたんですけど、燃料の無駄遣いなんかしなかったんですよ。後になって分かったことですけども、月着陸船の中には燃料がですね、いっぱい入ってた。しかし景気を見るとですね、あと17秒ぐらいかな、しか残ってないというふうに表示されてたんですね。それは何でかっていうとですね、実は燃料タンクっていうのは地球の重力下で計算されているわけですね。なので燃料が重力で下に押し付けられて、タンクの底にどれぐらい残っているのかというセンサーはあるんですね。ところが月の6分の1重力で宇宙船が降りている時は、燃料がグワーンって混ざっちゃって空中に浮いたままゆっくり落ちてくる状態なので、正確な燃料残量が全く分からなかったんですよ。おそらくあと1分以上燃料の残りがあったんですけども、この2人の宇宙飛行士はあと十何秒しか燃料の残りがないというところで、ギリギリの判断で月着陸を敢行します。で、ほとんど手動ですね、半自動の状態で月の静かの海に着陸します。ちなみに、月からの第一声っていうのはですね、この一歩は小さな一歩だがとよく言われるんですけど、そうではなくてですね、実際着陸した瞬間にオルドリン飛行士がですね、コンタクトライトって言います。これは何かというと、最初に説明、さっき説明しましたこの下のセンサーですね、このセンサーの明かりがついた、つまり地面に 1.5 メートルの針がついたっていうふうに船長に言って、船長がよしエンジン切れって、でオルドリン飛行士がエンジン切りましたっていうのがですね、人類最初の月からの交信です。で、ドンと着陸しましてですね、この瞬間ですね、オルドリンはやっちゃいけないことをやってしまいます。何かというとですね、まあオルドリンですね、フリーメイソンのメンバーだったんですけどもですね、同時にですね、めちゃくちゃ熱心なキリスト教徒だったんですね。で、
もともとですね、話題も少ないオルドリンがですね、宇宙飛行士の集まりでしょっちゅうやったのが、もっとみんなキリストを信じようよという運動でした。で、宇宙飛行士はですね、まあもちろんアメリカのですね、人気者ですから、テレビ番組で神を信じますかというふうに言われたら、もちろん信じます、熱心に教会も行ってますとかって言ってるんですけども、正直ろくに教会も行ってないようなバチ当たりのやつらばっかりだったんですよね。あのアメフトのなんかキャプテンばっかりですから。で、その中でですね、バズオルドリンでですね、珍しいぐらい教会に行ってですね、ちゃんとお祈りしてですね、敬虔なキリスト教徒だったんで、なんかもっとみんな神を信じようよ、一緒に教会行こうよって言って、みんな散々うざがられたんですけども、月着陸した瞬間にですね、あの聖餐式っていうですね、あのいわゆるミサを始めてしまったんですね。で、うわ、アームストロング船長、うわー、たまんねえなーと思いながら、でも、まあ、オルドリン飛行士はですね、あのちっちゃいワインとですね、めちゃくちゃちっちゃいウエハースを取り出してですね、ミサをやり始めて、まあ一応無言でやったからですね、アームストロング船長見逃したんですけども、ドン引きしたそうですね。で、飛行手順ではですね、この後月に着陸した後ですね、だいたい7時間ぐらい寝ろって言われたんですけど、もう2人とも興奮して寝れなかったんでですね、もうこのまま外に出してというふうにアームストロング船長は言いました。で、NASA は、まあそんなに興奮してるんだからしょうがないかと言ってですね、 OK します。で、最後の問題がやってきます。2人とも宇宙服着たんですけどもですね、どっちが宇宙船から先に降りて人類で最初に、地面を踏むのかという問題です。で、もともとですね、パパとですね、なんだろうな、話すまでもなくですね、まあオルドリン自身もプライドが高い男なのでですね、月面第一歩は俺だというふうに思ったんですね。で、さっきも言いました通り、アームストロング船長をですね、 NASA の校舎裏に呼び出してですね、話しつけようとしたんですけど、話がつかないと。で、まあいいかと、俺がなんとかみんなを言いくるめてと言ってもいいし、だそのアームストロングみたいにつまんないやつが言うより、俺が言った方がいろいろ面白いことも言えるっていうふうに NASA の上層部に働きかけてたんですね。で、もう一つオルドリンにはですね、自信があったと。その自信というのは何かっていうと、この宇宙船ですね、月着陸船っていうですね、この異様な形をした空気抵抗というのを一切考えない人類が発明した今のところ唯一の宇宙船です。この他の宇宙船と呼ばれるものはですね、空気中を飛ぶことを考えているので、宇宙船らしい形をしてません。このものすごいヘンテコな形をした空気抵抗のことを一切考えない虫みたいな形をしたやつが、まあ、僕が考える真の今のところ唯一の宇宙船なんですけども、これのですね、設計をに関与してるんですね。オルドリン飛行士っていうのは、自分が最初に月に降りる気満々だったから、この宇宙船の設計、内部の内装のですね、ボタンの位置から何から全部に関与して口を出してるんですね。なのでめちゃくちゃ詳しい、で俺こそはというような気持ちだったんですね。でもですね、オルドリン飛行士ですね、この設計中にですね、とんでもないミスをしてしまった。それのおかげでアームストロング船長が最初に月に降りることになってしまったんですよ。それ何かっていうとですね、配置にありました、ですね、船長こちら側です、立ってます。オルドリン飛行士ここに立ってます。実はですね、月着陸船っていうのはですね、座る場所がないです。2人とも立ってるんですね。椅子っていうのがない。で、この後ですね、2人は寝ることになるんですけどもですね、寝てる間もですね、立ったまま寝ろと言われてるんですね。6分の1重力だから、実は立ったままでも寝れるんですよ。で、ちゃんと体休まるんですね。で、それぐらいですね、余裕がないんですね。もう周り機械でぎっちりだから、宇宙服に着替えるだけで本当に精一杯なんですよ。で、こちら側に船長、こちら側にオルドリンですね、ニール・アームストロング、バズ・オルドリン。で、このドアなんですけども、内開きでですね、右開きだったんですね。つまり右側に調子蓋があって、内側からこう開くんですよ。となるとオルドリン側にドアが開くから、アームストロング船長からしか降りられないんですよね。これをデザインしたのが本人だったんですよ。これを知った時の本人のショック、あれと、ちょっと待てよと、これ俺が月に一番に降りるはずなのに、船長側のドアしか開かずに、この狭いところで宇宙服に着替えた後で、俺が船長側によっこいしょって行くなんて不可能だよと。誰が悪いんでもなく、俺が悪いんだということですね。人類最初の月に立つっていうのを揉め事は、実は話し合いではなくて、オルドリンが途中で、あれと気がついてですね、船長どうぞということになりましてですね、アームストロング船長は、
こっから降りていきます。でこのはしごをです、それでもですね、アームストロング船長ですね、もうとにかく宇宙服がですね、どん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 途中で要求が増えていったものでですね、膨れ上がってしまってかなりのデカさになった。ところがハッチンはですね、当初の計画のままだったから本当にギリギリでゴリ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 当てながらですね、緊張しまくってドアを出るのにですね、2時間もかかってしまうぐらい の緊張でした。まあとにかく中で動ける部分もないのでね、で2時間かかってドアをから出てですね、でこっから下に降ります。でその瞬間がこの食玩のですね、人類月に立つんですね、これが第一歩なんですよ。実はですね、宇宙飛行士の着陸手順というのが全部決まっていて、宇宙飛行士は宇宙服を着たままこのパッドですね、着陸脚の下の円盤のところに両足で降りるんです。でそのままこの右手をこっちにはしごに添えたまま左足をよいしょと真横に伸ばしてスタンプすると、地面に足型をつけるというのが人類最初の第一歩です。これリハーサルでですね、何十回も繰り返された手順です。この方式以外でですね、第一歩を踏んじゃいけないというふうに決まってるんですね。僕らが何となく思ってるはしごを降りてって、そして地面にジャーンプ、月にトン、人類月に立つとか、この一歩は小さな一歩だというわけでは全くなくてですね、ゆっくりとこのはしごを降りて、まず周り円盤のところに降りて、そこから左足を横によいしょと伸ばしたのが第一歩だったんですね。で有名なセリフのですね、この一歩は小さな一歩だが人類にとって大きな飛躍だというのはですね、実はこのゴリ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 ですね、宇宙服を着てですね、で中でなんかドアから出ようとしている時にですね、他にすることがないのでですね、アームストロング船長が考えたかっこいいセリフだそうです。でこんなかっこいいことはこの生涯においてこれ1回しか言いません。その他の時は本当にだいたいスピーチとかやらせてもつまんない男なんですよ。でですね、15分後にですね、もう1人目出るのはめちゃくちゃ時間かかったんですけど、2人目はですね、1人目が出たからもう中に余裕があるのでですね、15分後にオルドリン君はですね、降りてきて月面を歩き出します。でここでですね、7時間ぐらい作業をしてですね、で 月面に旗を立てたりします。ところが途中でですね、何時間じゃないな、もっと短い、2時間ぐらいかな、ところがですね、ニクソン大統領からですね、緊急電話が入ってきます。で大統領からの緊急電話だということで相手しなきゃいけなくて、2人ともパニックってしまってですね、旗立てるのがなかなかうまくいかなかったり、月面の装置がなかなかうまく設置できなかったりですね、月の石を拾うのがめちゃくちゃ遅れたりしてしまってですね、ついにアームストロング船長、もういいですね、電話を切ってしまう、大統領からの電話を切ってしまって、2人ともですね、作業に集中してようやっと終わりましたですね。で宇宙船によりののもう一回それで終わってですね、月着陸船に乗って宇宙服を脱いで、このまま立ったまま睡眠をとりましたですね。でこれでですね、宇宙月着陸終わりなんですね。たった1回降りて2時間ぐらい作業しただけでですね、終わんなきゃいけなかった。おまけにそのうちのですね、かなりの長い時間ニクソン大統領のですね、どうでもいい電話、ニクソン大統領ですね、すごいいいスピーチをしたくてですね、めちゃくちゃ長いのを用意したんですけども、アームストロング船長のもういいですね、終わられてしまったんですけどもでですね、終わってしまってですね、ようやっと月着陸船は地球へ帰ってくることになります。ですね、この月着陸船の発射もですね、実はあらかじめ実験をしていないぶっつけ本番でした。月着陸船というのはですね、さっきも言いました通り、これここにですね、燃料が入ってます。これもハイパーインゴリック燃料ですね、例の危険な燃料です。これでダーッと降りてくるんですけども、次はこの下半分が発射台になります。で下半分が発射台になって、上半分がロケット、ここにロケットがついてですね、このままボーンと打ち上がるというですね、本当かよみたいな感じですね。いや本当にね、月軌道ランデブー方式っていうのは次から次へと乗り捨てるんですよ。こうやって降りてきて下半分乗り捨てていきますから、いまだにですね、月の静かの海にはですね、こいつが残ってます。2012年だったかなにですね、アメリカのですね、無人探査機がですね、月の周り回ってですね、写真いっぱい撮ったんですけどもですね、ちゃんとまだこいつ残ってました。バーッと帰ってきました。でこの時にですね、オルドリン飛行士が下見てて分かったそうなんですけども、星条旗よいしょって立てたものがですね、バーッとはためいてですね、おそらくですね、オルドリン飛行士言わないけども、おそらく倒れちゃったんですよね。で以後、NASA からの指示ですね、それから
着陸船から30メートルぐらい離したところに月の旗を立てることになったそうです。この時はまだそんなことになると思ってなかった、比較的近くのですね、写真写りがいい場所に撮ってたんですね。だからアポロ11号だけ着陸船の近くに旗立ってるんですけども、12号以降はですね、あまり着陸船とですね、旗がですね、同じフレームで写ってる写真なんですね。っていうのは、このロケット噴射がすごすぎて旗が吹っ飛んじゃうからなんですよ。で、宇宙船に戻ってきてですね、またこっちに戻りますね。このまあ上半分だけがこいつにドッキングして、また難しいランデブードッキングで月着陸船から乗り換え、こいつ切り離しで、こいつ捨てていって、こいつ未だにですね、月の軌道を回ってるかも分かりません。アポロ12号の時はまだ回ってたそうです。で、こいつがまた点火ですね、スーパーインゴリック燃料のハイパーインゴリック燃料の噴射3回目、宇宙空間での燃料というのは使うたびに精度が落ちてからすごい危ないんですけど、3回目噴射して地球に戻っていきますですね。で、ですね、まあ1969年のですね、7月23日ですね、昨日ですね、ようやっと地球の周回軌道に入ろうかという時にですね、最後の挨拶をどうぞというふうに生中継で言われてですね、コリンズはですね、まあ普通のことを言います。で、オルドリンっていうふうに言われたらですね、神に感謝すると、このことを、偉大なことを成し遂げてくれたことは神だというふうに言い出したので、またそんなことを言い出したのでですね、アームストロング船長がですね、それを止めてですね、我々はこの宇宙船を設計し、試験し、完成させてくれるために心血を注いだ全てのアメリカ人に感謝する。そしてこの放送を聞いている全ての人に神の祝福をあらんことをというですね、まあちょっと宗教を取り入れたながら普通の演説をして止めます。抑えます。で、24日の日ですね、1969年の今日ですね、24日にですね、ハワイとグアムとのちょうど間ぐらいの海にアポロ宇宙船は着水しました。まあ、ようやっとこれでですね、オルドリンクの旅は終わったわけですね。で、コリンズはですね、コリンズ宇宙飛行士ですね。コリンズ宇宙飛行士はこの後ですね、自分のことを宇宙で最も孤独な男と呼びます。っていうのは、月の衛星軌道をですね、たった一人で丸一日以上ですね、ぐる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 回らなきゃいけなくなって、コリンズ君はコリンズ君で、それまでのですね、出世しか考えなかった男なのがですね、人生とは何かというのを考えるようなやつになっちゃったんですね。で、自分の友達2人が、人類が注目している中で月に降り立って、自分は月の裏側で誰と話せないところにも行ってるというふうなことで、すごい孤独感を感じて、それからはいろいろ考えることを始めたそうです。コリンズ君まだ生きてます。で、ニール・アームストロング船長はですね、NASA の要求通りパレードとかですね、パーティーとかもすごいそつなくこなすんですけども、あまり面白いことを言わずにですね、ほとんどですね、宇宙飛行士って言ったらみんなね、電気出したり、自分がヒーローで主人公のなんか小説書いたりとかいろんなことするんだけど、そういうことを一切せずですね、自伝も書かずですね、ようやっと死ぬ直前に電気作家に電気を認めたって一冊だけ本を出してですね、で、2012年ですね、その月に最初に降り立った男って栄光を全く利用せずに静かに死んでいきます。最終的に大学の先生になったんですけども、それもアポロの成功によって教授職っていうのが名誉で与えられたんですけど、それらを全て否定して、自分が宇宙空間に関して研究したことの学術論文を持ってちゃんと教授になったそうです。で、オルドリン飛行士はですね、僕らのオルドリンはですね、この後ですね、うつ病患者になります。もともとですね、人嫌いでですね、会話もですね、ランデブーとかですね、あと神様とか、そういうぐらいしか、キリスト教とかそれぐらいしか話題なかったのが、やたらですね、持ち上げられて、人類最初に月に行った男というようなことで、まあアームストロングとオルドリン2人しかいませんから、月に降り立ったのはその時に、ということでいろんなパーティーとかに出さされて、で、慣れないスピーチさせられたり、なんかテレビ番組に出たおかげですっかりうつ病になってですね、後にアル中になってしまいます。で、アル中になってですね、宇宙飛行士から面汚しというふうに呼ばれたんですね。あいつは宇宙空間に行ってやたら神様のことを言ってたと思ったら、最後はうつ病になりやがって、アル中になんかなりやがってというふうなことで、バズ・オルドリンのことを誰も宇宙飛行士は認めずですね、アル中のまま終わってしまうのかと思ったらですね、2000年代に入ってですね、違うな、
2000年代に入ってですね、アルチュを直してですね、俺はこうやってアルチュを直したというのでですね、アメリカのヒーローになってしまいます。ということでですね、バズ・オルドリンはですね、月にまで行って、その後辛くてアルチュになって、アルチュになって自分で立ち上がった男としてですね、アメリカで最も有名な宇宙飛行士になってしまってですね、今皆さんがケネディスペースセンターとかですね、ヒューストンのお土産物屋に行ったらですね、宇宙船とかのですね、おもちゃいっぱい売ってるんですけど、ほとんどそれの全てにバズ・オルドリンのっていうのがついてるんですね。それぐらいスーパーヒーローになってしまって、バズ・オルドリンといえばもう宇宙飛行士の代名詞になってしまったんですね。それぐらい人気が出てしまった。それはなんでかというと、バズ・オルドリンがそのいろんなですねジレンマがあった。お父さんが偉い人だった。でその後、ダメな息子と言われたアームストロング船長とマジでウィキペディアに載るぐらいの大喧嘩をした。でそれでも月に最初に降りられなかった。でもともと人嫌いだった。女の子と喋るのもできなかった。デートもできなかった。初めての初体験はニューメキシコ州で売春宿で、その後チンコ腐ってしまいと自らを呪ったっていうようなことがあった。でアル中になってそっから復活したっていうのがすごい逆に評価されることになったんですよね。でバズ・オルドリンですね、後にですね、ピクサーがですねトイストーリーを作るときにバズ・ライトイヤーっていうですねキャラクターを出します。このバズ・ライトイヤーの不思議なバズという名前は何かというと、宇宙飛行士の代名詞としてアメリカ人が覚えてるのがバズなんですね。バズ・オルドリンだった。今やニール・アームストロング船長より有名な男になってしまった。アメリカで多分宇宙飛行士って誰って言われれば、おそらくアメリカで初めて周回軌道を回ったジョン・グレンか、またはバズ・オルドリンの名前が出てくる。案外ニール・アームストロング船長の名前は出てこないんですね。そのバズ・オルドリンですね、バズ・ライトイヤーという形でですね、我々の記憶にもようやっと名前を残してことができましたということでですね、こういう話をですねいっぱい入れたくて、王立科学博物館というですね食玩を作ってしまいました。そういう食玩のですねいろんな面白いことができた時代も、まあもう今や昔ですね、本日の参考資料ですね、人類月に立つです、DVD 化もされています。あとライトスタッフですね、あとやっぱ何よりもザ・フィフティーズですね、デビッド・ハルバースタムですね。あと案外ですね、そのバズ・オルドリンの初体験話が俺が読めたのが立花隆のですね宇宙からの帰還ですとですね、このあたりの本を読んでですね皆さんも宇宙に興味を出していただければいいと思います。これでもう一回宇宙ブームが来て、あの王立科学博物館第3弾もですね予定してですね、その中にはフォン・ブラウンの妄想だけで作ったですね、幻の月着陸船とかですねいろんなものが予定してたんですけども、やりたかったなというふうなことで、ニコ生ですね、ちょっとこれだけやっておきましょうか。質問いくつかだけ取り上げておきます。今ニコ生でナディアの一挙放送やってます。解説方向と放送とかしないんですか。いやもうナディアに関しては解説できなくて恨み事ばっかりになっちゃうんですね。あんまり恨み事になっちゃうんです。俺島編案外好きなんだけどみんな認めてくれないんだよな。もし岡田さんが政見放送をやるとしたらどうしますかって、いやこの間NHK をぶっ潰すを見てあんな面白い政見放送はできないなと思いました。政治的にどうかではなくてNHK を国民から守る会の政見放送はめちゃくちゃ面白いです。コンビニのアダルトコーナーに対する賛否がネット上でにやかに盛り上がっているそうですが、岡田さんどう思いますか。個人的には道義上規制すべきだと思うけど、なくなったらなくなったでなんか寂しい、まあ買わないけどと思います。別にアダルトコーナーだけじゃなくてタバコとかお酒とかを含めて、なんだろうな、18歳未満が入れないコーナーを作ればいいだけじゃないのかなというふうに思うんですけどね。アダルトグッズっていうものが必要かどうかっていうのは、タバコっていうのは別に18歳になったらいいのかとかですね、お酒っていうのは18歳になったらいいのかっていうのと同じように、エロも18歳になったらいいのかって、そこら辺はいろいろ論議あるところだと思うんですけども、決めたことなんだからコンビニ側の方が規制するんで僕は当たり前だと思います。俺もう58歳だから平気で読めるしね。よいしょ。先月末に公開された村上隆による
ゴジラ対エヴァンゲリオンのコラボビジュアルが中学生が体育祭に頑張って描いた応援パネルにしか見えず理解に苦しみます。そもそも村上氏が世界的に評価されている理由も分かりません。これらの解説をお願いしました。いやそらディスってほしいだけでしょゴジラ対あのシン・ゴジラに関してはとりあえず来週まとめてですね、あのゴジラと怪獣映画ということでですね、ゴジラをまあ大体日曜の昼見る予定なんですけども、それとゴジラ映画というか怪獣映画全般について語るつもりです。最後の1枚、ポケモン GO 問題について語ってもらいたいです。海外では事故やトラブル等が多発しているそうですが、日本でもこういった問題は起こるでしょうか。起きてる起きてる。またこれについて僕らはどう考えるべきですか。僕らはどう考えるべきと言ってもですね、あの面白いゲームだと思いますし、井の頭公園ですね、とにかく毎晩のように大騒ぎになってますよ。見たこともないぐらいの人数が井の頭公園に来てですね、なんかどうも海老原が出るようなんですけどもですね、それ目当てにですね、兄ちゃん姉ちゃんがごっちゃごちゃすっごい勢いでですね動いてましてですね、昼間も吉祥寺歩きにくい状態になってますんで、歩きスマホを嫌うなんかちょっと性格の悪いおじさんがですね、通行人に意地悪をするっていう事件があってですね、それのおかげでですね、喧嘩もそこら中で起こっているようなので、皆さん吉祥寺に来るときは気をつけてくださいですね。ということでですね、本日はですね、ワンフェス記念ですね、ワンフェス今日ありましたね、ワンフェス記念ということと、あとは、アポロ11号はですね、46年前のですね、47年前の今日ですね、地球に帰ってきたことを記念してですね、バズ・オルドリンのですね、まあ、人生ですね、お父さんに虐げられていじめられてですね、厳しいやられてで、堅苦しい同僚と一緒にですね、月に行って帰ってきた男の話をですね語ってみました。で同時に宇宙計画とは何だったのか、なんでアメリカはそんなに一生懸命月に行かなきゃいけなかったのかというのも、デビッド・ハルワスタムの本を紹介すると同時にちょっとだけ語ってみました。来週はゴジラを語ってみたいと思います。次回7月31日ですね。ポケモンまだ38分ですか。はい。ホリエモンの宇宙計画、ホリエモンの宇宙計画、あのね、衛星軌道に行くようなものは宇宙計画とは言わないよね。あれまだなんだろうな、衛星軌道ビジネスというべきであって、宇宙計画というのはそこから先の話で、ホリエモンもねまだまだやることがいっぱいありすぎて、まだ衛星を宇宙に上げるだけの段階でやきもきしてるところだと思うんでですね、今のところ僕は応援はしてるんだけども、特に意見っていうのはないですね。ではお疲れ様でした。次回7月31日にまたお会いしましょう。それではアンケートの方もよろしくお願いします。ではまた来週、バイバイ。はい、お疲れ様でした。最後まで見ていただいてありがとうございました。岡田斗司夫チャンネルではですね、会員の皆さんからアップグレード動画のリクエストを募集してます。放送がまた見たいとかですね、話が聞きたいといった要望があれば、動画説明欄にあるですね、お便り投稿フォームからですね、ぜひリクエストを送ってください。それではですね、ご視聴ありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。